平野のしとイムップ。佐藤真憧れの存在から同じチームの仲間へ、歌、ダンス、天然っぷり。二人の共通項で導くスターの素質。新天地での活躍が期待される、戸部所属アーティストたち。その中でも、注目を集めているコンビが平野しよとイムップへの佐藤真だ。イムップへのお披露目となった7月14日の YouTube 生配信では、 現地にお祝いに駆けつけた平野を前にし、佐藤は平野の姿に憧れを覚え、それがきっかけで業界入りを決めたことを明かした。初めて平野を見た時に、スターだ。と雷が落ちたようなような感覚になり、その勢いのままに履歴史を書いてアイドルを志したという。そんな佐藤も今ではステージ上で見せる圧倒的なオーラで、イムップの不動のセンターをつかみ取っている。 誰もが認める存在のお二人には、どんな共通点があるだろうか同じく戸部に所属する三宅県は、8月22日に行った自身の YouTube チャンネルでの生配信で、戸部所属アーティスト一同で行ったという食事会の話題に触れていた。 平野くんの隣が真く君だったんだよ。よいちゃいちゃしてたと明かし平野が小麦粉アレルギーがあるらしくて食べられないものを全部真く君にあげてた憧れてる平野からもらうご飯だから食べないわけにいかないじゃんだから頑張って食べてたよ、ショー。かかった、と二人が仲を深めている様子を語っていた。他のメンバーがお酒を飲む中、三宅、平野 佐藤の三人はソフトドリンクを飲んでいたというのも微笑ましいエピソードだ。平野と佐藤といえば天然でマイペースなキャラクターであるのも一つの大きな共通点だと思う。イムプエの YouTube チャンネルで9月6日に公開された動画、佐藤信央ではメンバーでさえもつかめない佐藤の天然な部分がよく見えてくる。 質問に対して佐藤がどのように答えたのかを他のメンバー6人で予想し、回答が最も多く合致したメンバーが佐藤真王の称号を手に入れることができるこの企画。特に生まれ変わるなら何になりたいという質問に対しての佐藤の回答を予想する場面ではメンバーも驚きの陳回答が飛び出した。この質問を見て、絶対これだ。 これが分かってなかったら死のうになれませんこれは、愚問と4人のメンバーが平野の名前を挙げた。最近距離が近づいてきて好きなんだなって分かるジャンメが違うというメンバーの発言からは戸部に所属してから憧れだったスターと接する機会が増え、嬉しそうな佐藤の顔が浮かぶようだ。対して、つばきやすしれは、みんな分かってないって、死んだよ。 と佐藤の天然さを予測し彼の好物のスイカと回答。しかし、佐藤の正解を確認すると、回答はまさかの日本人。この陳回答にはメンバーは揃って頭を抱え、お手上げ。いつもメンバーやファンの予想の斜め上を行く佐藤の天然さが際立ったコンテンツだった。平野市用意、ピムプソトパフォーマンス面でも浮かび上がる共通項一方。 平野は東米、戸米所属票ぴと共に解説したインスタグラムで行ったライブ配信にて、日本の好きな件を名古屋と答えたり、たびたび席を立ちフレームアウトするなど自由な姿を垣間見せている。隣で鋭い突っ込みや的確なフォローを入れる神宮寺優太を頼りにしながら、のびのびと振る舞う姿も、平野が自由に運営している個人 SNS では、 彼の人間味ふれる一面をさらに深く知ることができそうだ。普段は天然な二人だが、ステージに立つと別人のように目の色を変えるところも共通点としてあげたい。平野のハスキーな歌声は、切ない雰囲気を作り出したり、エジの効いたオシャレな印象に仕立てたりと、曲によって聞こえ方の変わる大きな武器だ。佐藤はイムプエのデビュー曲、クルージン。 で、序盤の、同じ瞬間、同じ気持ちを、という耳に残るフレーズで一気に聴き手を曲の世界観に引き込む役目を果たしている。また、ダンスの実力としても二人の共通項は多いように思う。平野は、アイドルソングから難易度の高いダンスナンバーまで、何でも器用に踊りこなすスキルとしなやかさの持ち主だ。 そして佐藤は YouTube チャンネルや TikTok に一旦アップされている個人のダンスチャレンジ動画などではグループ内でも研ぎ抜けた再生数を誇る。彼のスマートなダンスと滑らかな強さがファンのみならず多くの人たちを虜にしている。普段の様子とステージ上でのギャップも二人の持つスター性につながっているのかもしれない。この二人はキャラクターだけでなく パフォーマンスでもファンの心を掴んでいるのだ。憧れの先輩と後輩という関係ではありつつ、新しい環境での仲間としてさらに距離を縮めていくだろう。唯一無二のアイドルの星を持つ平野と佐藤の関係性がこれからどう変化していくか、注目だ。池田佳よう。か。